おはようございます、今日は茨城県から三重県伊勢の方にやってきました。で、初めてのエリアなんで、とりあえず手探りで、魚探していきたいと思います。ちょっと自分の得意な釣りでチャレンジ。来た。三重の、ハーツフィッシュ。いたよ、狙い通りだよ。はい、最初の、パイロットルアーとしてリンバーですね。こっち、まあ根回りみたいな感じで見えるんで、そこの周辺巻きで狙っていきたいと思います。じゃあお願いします。さあ大東、まあ水深チェックなんかもしながら、まずは沈めず反応見てみますか。茨城のサーフはだいたいなんか地形見て離岸流とか沖の瀬なんか見つけて、そこでヒラメ狙っていくような釣りなんですが、この三重県の方だとそこまで大きな地形変化があるわけでもなさそうなんで、まあ、その根回りですか、あと手前のブレイクなんか狙う釣りなんじゃないかなって。あとベイトですかね、一番のキーは。もう周りキョロキョロしながら何か情報が欲しいね。でリンバーの特徴として巻きスピードで、アクション変わってくれるんで、早く巻くとグイグイ泳いでくれて、ゆっくり巻くと優しいスラローム動きしてくれるんで、巻きスピード変えて今探ってます。お、風出てきましたね。はい、次は、ハウルの21の4インチですね。根があるところに沿って潮目がねずっと出てるんですよ。おそらく水深が変わってるんじゃないかなって思う位置なんで、潮目も狙っていってます。来た。おお、来たよ。やっぱいたな。なんだ。お、ヒラメだ。よっしゃ。やっぱいたな。やりました。三重の、ハーツフィッシュレギュラーありますね。ハウル丸のみ。いやー、来てくれてありがとう本当に。はい、じゃあリリースします。ちょっと蘇生してから。行こうかな。行きます。はい。やったー。じゃあまだね、朝まずめなんで、もう少し粘ってもう一枚狙ってきます。沈み根の周り、もうリンバーでね何頭も通したんです。でもやっぱね、根の上しかね通すことできないんで。その根の周りをフラグよりは狙いやすいこの
ハウルに変えたのがね、当たりだったかな。狙い通りのね、時間帯とポイントでバッチリでしたね。本日使用しているルアーをご紹介させてください。ハウルシリーズ、シャットタイプと、グラブタイプの2種類で、自分は鹿島灘エリアなんで水深が浅いっていうのもあり、飛距離を求めるのに3インチの 21g と 27g がメインで使用しております。で、4インチの場合は、アピール力が欲しい時によく使用しています。3インチ4インチで反応が薄い時なんかに、最後にグラブを投入することが多いです。反応なくなっちゃったんで、ちょっと今度沖の方を狙ってみます。フリッパー Z24 の ジムでフリッパーでやってみよう。このフリッパーの Z は亜鉛でできてるんで、流れとかなくても浮き上がりよくてね、普通のフリッパーと比べるとゆっくりスローに攻めれるんで、こんな穏やかなねサーフなんかではこっちの方が使いやすいと思います。逆、もうちょっとね反応もないんで、潮も止まったんで、別なとこ移動してみたいと思います。移動してきました。ここのサーフはちょっと広めのねワンド状の、サーフで、見た感じちょっと地形がねあまりはっきり出ているとこないんで、手前がちょっと掘れてるようなところを先ほどのピットルアーのハウルでちょっと探っていきたいと思います。小さい鳥が潜って魚くわえてたり見受けられたんで、ちょっと期待できますね。ハウルは下すらない程度のスピードでロッドを立てながら、ストップアンドゴーとただ巻きで、手前探って反応がちょっとなかったんで、次ははいウェッジの120、これも着底したらゆっくりリトリーブ、たまにストップ入れて、120あるんでアピール力がね強いルアー。まあ、今日はそんな風ないんですが、飛距離欲しい時にね一番活躍してくれるプラグかな。ちょっと波打ち際の手前がね折れてるんで、少し角度つけて、あの手前をね意識してやってみますか。意外にね手前に魚ついてる時はついてるんで、ウェッジもしっかり足元まで引きましょう。手前よっしゃ、手前で食ったね。目の前でした。リリースします。ありがとう。追加やりました。波の中でね見えてたベイトが、120サイズだったんで、もう少しねこれで手前探ってみたいと思います。ゆっくり漂わす、もう波が崩れるあたり、ルアーが飛び出さないような巻きスピードで、食った食った食ったよ、いたよ、狙い通りだよ、可愛いけど狙い通り、やりました。可愛いけどねちゃんとがっつり食ってきてます。やっぱ手前にいるのは活性が高いなんで、しっかりね手前まで巻いていきましょう。はい、大きくなってね、おお元気元気、はい、やりました。ちょっと反応がないんで移動します。
鴻の浜海岸というところに、今移動してきました。フリッパーの IT38 ですね。このフリッパー IT は鉛の中にね、タングステン内蔵されて、まあ、こうやって遠投したり風強かったりそんな時にね使いやすくなってるフリッパーです。まあ、そのテトラ周辺と手前で波立ってる手前のブレイク、そこ狙いでやってみましょう。このワンド状だし流れも効いてるし、まあ、ヒラメ入っててもおかしくないけどね。フリッパーシリーズの紹介になります。亜鉛でできた Z シリーズ、鉛でできたフリッパー、そして今回、タングステン内蔵の IT、 この3種類になります。フリッパー IT は、鉛ボディの中にタングステン固定ウェイトが内蔵しており、フリッパー24と同じシルエットですが 38g の設計になっています。で、大きな特徴としてラインアイがやや前方についているため水平に近い泳ぎになり、レンジキープがしやすいルアーになっています。皆さんもぜひ使用してみてください。はい、次はフリッパー Z の36、このワンドの入り口になってるこのテトラとテトラの間、流れとか風使ってルアー流す釣り、ちょっと自分の得意な釣りでチャレンジ、なるべくゆっくり漂わすって言い方が合ってるかな。朝もそうだけど満潮の潮止まり前後と今のね干潮前後、そこがやっぱり一番集中して、はい、ウェッジの120沈み根の上をウェッジの120で沈めないように、いたら食うと思うんですけどね、釣れそうなんですけど当たりません。今日は、三重県の伊勢志摩近辺のサーフで1日釣りをしてきました。自分は普段茨城県鹿島灘のホームにしてますんで、そのね経験を生かして、浅間詰めに1枚ねヒラメ出せました。でその後移動先でね、ソゲも追加して、まあ、その後いろいろ回ったんですが、やっぱちょっと厳しい感じがありましたね。この放送される頃には、シーズンインしてヒラメが狙える時期になってると思います。ぜひ皆さんもねサーフゲームを楽しんでみてください。